このゲームの舞台はエスタディオアルベルト・ホセ・アルマンド。1940年に建設された歴史あるスタジアムです。この時間はアルゼンチン対トルコ、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。アルゼンチン国歌お聴きいただきます。今ファーストハーフがスタート。アルゼンチン対トルコ。打っていった、素晴らしいシュートなんですが、キーパーのど正面、ちょっと正面でしたけどもね、今開きましたからね。シュート詰めてきた、アルゼンチン先制。ボルカン・デミレルのこう弾いたボールを正確に押し込みました。いい反応でしたね。セカンドボールをきっちりと予想したポジショニングを取って、落ち着いて枠に流し込んだ、いいゴールですよね。アルゼンチン、この時間に先制に成功です。いや、大きいですねこのゴール。リードしたこともありますけども、ゲームの主導権を握る上では非常に有利な得点と言いますよね。この後も流れに乗りたいですよね。シガリ、マラドーナ。アルゼンチンがこのファーストハーフ中盤に1対0のリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。入りから非常に良かったですよね。結果で見たらいい流れなので、いかに切らさないでいけるかですよね。シュート、裏を狙っていきます。いいボール入りますよ。一旦前を取る、クロスを入れる、ここは合わせてきましたが、ものにすることができません。前線出てくる人数が多いですよね。トルコ、入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。組み立てながら攻め上がっていく。スペースへ出す。ベルトロ、ダレッサンドロ、ボールはマウロ・サラテ、スルーパス、ボルカン・デミレールからブラック・ユルマズ、浮かせたボール、これ仕掛けるか、ここをかわした。いや、もうギリギリのクリアって感じですよね。ベルトロ、42分です。さあ、つながるか、フリーだ、どうだ、クロス、フォローいいですね。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。45分間戦って1対0。北澤さん、ここまでについて何かございますか。トルコとしては1点リードされてますけど、確かこれカウンターからの失点だったんですよね。攻撃から守備への切り替えがうまくいかなかったってことですよね。アルゼンチン対トルコ、アルゼンチンが1対0でリード、後半に向かいます。
後半キックオフです。アルゼンチン 1-0 リードです。ダレッサンドロ、ボールを下げてリズムを作るか。カネルエルキン、これ入りましたよ。これをカットします。ダレッサンドロ、トルコとしては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られた時追いつけないという認識でどうでしょう、いいんでしょうか。そうなんですよね、スピードのある選手に裏を取られると決定的なピンチになりかねないですからね、はい、ただ気をつけなければいけないのがラインが下がりすぎてしまうと中盤とディフェンスとの間にスペースができてしまうんですよね、はい、そこを使われないように中盤の選手がカバーすることが大事になってきますよね、うん、俯瞰して物を見るというこれまた特殊な能力問われますね。そうでしょうね。スルーパス中央へ、トルコは抑えたいところ抑えました。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね、ディフェンス集中してますよね。もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。裏のスペースへ、素晴らしいパス、シュート、ルーズボールになる。ここで笛です。1-0アルゼンチン勝利。